陣内き美子は、日本のスポーツジャーナリストタレント、ニュースキャスター、元バドミントン選手である。本名、金石き美子九世、陣内。熊本県八代市出身。熊本中央女子高等学校卒業。サントリーバドミントン部を経て、ヨネックスバドミントン部に所属。16歳で代表チームに入り、1992年、バルセロナオリンピック。 日本代表として出場。1994年に第一戦を退く。ヨネックス所属でバドミントンの普及に努める傍ら、フジテレビのスポーツウェーブの土曜日キャスターに就任。番組は1年で打ち切られるが、1995年からプロ野球ニュースのキャスターリポーターを引き続き担当。2000年に元プロ野球選手の金石焼人と結婚。 2010年4月からは、前身の NNN ニュースリアルタイムからスポーツキャスターとして参加していた日本テレビ放送網のニュースエブリーで報道キャスターを担当。一方では2010年4月13日に報道ステーションで特集された田子健一選手を紹介するために VTR 出演している。またメディア活動だけでなく日本バドミントン、 協会総務本部広報委員会委員も務めており、バドミントンの広報、普及活動にも力を入れている。ありがとうございます。